豊川手筒祭りでの手筒花火、豊川手筒祭りの会場入り口会場周辺図豊川手筒祭りは愛知県豊川市で毎年8月下旬に行われる花火大会である。おいでん祭りとともに豊川市民祭りと位置づけられている。東三河地方の伝統花火である手筒花火がメインだが、それ以外の普通の打ち上げ花火なども見ることができる。 豊川手筒祭りは1988年に豊川市制45周年記念事業として始められた。市内各連区の神社で奉納、受け継がれてきた手筒演歌を後世に長く継承させるため一箇所に集約し、豊川市中心部にある豊川公園の陸上競技場で開催される。約2時間にわたって数百本の手筒演歌が披露され、 観客席からは拍手が湧き起こる。約2000発の打ち上げ花火も打ち上げられる。会場である陸上競技場には市民などが詰めかけ、身動きができないほどになる。来場者数は約8万人で、陸上競技場の周辺には屋台も並ぶ。手筒花火は陸上競技場に設けられたステージ。打ち上げ花火は陸上競技場の隣にある野球場で打ち上げられ。 安全のため野球場周辺は立ち入りが規制される。野球場と総合体育館の間には欅並木があるが、ここもほとんどの区間が立ち入り禁止となり、一部の区間は歩行者天国となる。手筒祭りへの入場は無料であるが、人が多いため、座ったり写真を撮ったりすることができないことが多い。そのため、有料で桟敷席とスタンド席に座ることができる。 桟敷席は一人分で千円千五百円、スタンド席は一人分で千五百円である。なお、スタンド席での三脚の使用は禁止されている。また、使用した手筒は、陸上競技場のスタンド席入り口にて一本千円で、販売されている。役よけ、家内安全などのご利益があるとされ、玄関に飾られることが多い。2019年1月28日、 豊川商工会議所は、豊川市と共同記者会見を開き、豊川手筒祭りを同年を最後に終了すると発表した。豊川市内では他に、豊川夏祭りや、五湯夏祭り、国府夏祭りなどで手筒花火を見ることができる。ありがとうございます。